こんにちは。今京都亀岡愛宕神社に来ました。京都は毎年7月31日は愛宕山を登って千日参りのイベントを行われていますね。で、そこの愛宕山の上の愛宕神社はここから分けられました。だからこちらの方が古いですね。名前も元愛宕って書いてあります、はい、ちなみにこちらはムササビがいるみたいです。こちらの森はムササビね。ムササビはこんな感じですね。手のこちらとこちらなんか膜がついてあります。でこうして、で木と木の間に飛べられる動物です。ネズミみたいです。顔は多分ネズミみたいですね。こうしてシューって木と木の間に飛べられます。はい、大家好，我们现在在龟冈的阿达国神社。那这个阿达国神社跟那个就是阿达国山山顶的阿达国神社是有关联的。就是山顶的那一个神社的话呢，是从这一边分支出去的，所以这一边是比较古老的，所以还有另外一个名称就是摩多阿达国，就是原本的阿达国神社是在这一边。然后阿达国神社它有名的话呢，就是它是可以那个守护那个火灾的生命，所以就是如果三岁之前带小孩去爬了那个阿达国亚马，然后抵达那个神社的话，就是小孩这辈子都可以，就是可以保佑不被火灾侵扰这样子，对。然后爬那个阿达国亚马的那个活动的话呢，就是之前也有介绍过，就是京都每年都会举行7月31号左右会举行的千日参り的活动，就是等于说如果你在那段期间去爬了阿达国亚马，然后抵达那个神社的话，等于就是有1000天份的参拜的意思这样子。然后这个地方的话呢，因为它在山里，所以这个阿达国神社的话呢，它同时也是那个就是穆萨萨比，就是它同时也是那个飞鼠穆萨萨比的保育的地方。穆萨萨比就是那个脸长得很像老鼠的动物，然后它的手跟这边有一个薄膜，然后它会这样子咻在那个树跟树之间滑行这样子。好，那我们进去吧。なんか燃えてるみたい。でこちらは愛宕神社の本殿かな。はい。でそちらはお守りも販売してるみたいですね。ちょっと見に行くわ。こんにちは。こちらはお土産じゃない、そちらはお守りを販売してるところです。家事用心の春の蓋も
春の蓋も販売してるんです。刚才有婆婆在的那一边的话呢，就是贩卖那个预售的地方。因为这一边就是刚刚有说过，这一边的话主要就是火灾的神明，所以就是贩卖一些可以让你贴在厨房或者是家里，就是等于说是就是有一种保佑防火的那种感觉的那个符咒这样子。对，这边的话就是那个本店，全国阿达国。本拠那边，はい。声持ってない。どうしよう。はい。那我们现在刚刚我拿到了5元。5円もらいました。で、参拝します。一旦止めますね。販売終わりました。はい、以上です。今日は京都亀岡の元愛宕神社に、はい、こんな感じです。山の中なので空気も綺麗です。以上、今日の神社レポートです。好，那今天就是跟大家介绍贵港的愛宕神社。好，那今天就到这里结束，拜拜，再见。